はい、お店の紹介をお願いします。お店の洋服着た方がいいんじゃないの。いいじゃん、なんで、うん、はい、はい、アロマアットホームです。じゃあトリートメントルームこっちです。2つありますで、カップルの人とかが来たらここで、施術をします。でこっちからがビューが見えます。海が見えます。アラモアナビーチですね。コンベンションセンターアラモアナビーチ。冬になったら、サンセットが見えます。プライベートサロンです。ちなみに、はい、怖い。何、怖い。以上です。以上ですか。はい、はい、なんで料金、料金とかって、あ、そういうのも、そういうのもいいの。はい、はい、じゃあですね、料金は、料金はすごいリーズナブルです。ロミロミマッサージは60分からです。あ、じゃあ対談した方がいいですね。うん、うん、対談してもいいっすよ。対談でサウナで3分で、はい。時間は何の何の何時から何時ですか。あ、営業時間ですね。営業時間です。営業時間は、朝の10時から夜の9時までです。電話受付は朝の9時からです。予約制ですか。はい、完全予約制です。完全予約制のプライベートサロンになりますので、事前にご予約をいただいてます。はい、うん、いや、暗い、ダメ、向こうだよ、向こうだ。ダメ、うん、マッサージ受けたらって話、まあ、ちゃんとちょっと聞いときながら、そう、ちょっと待って、答えて。はい、こんにちは、インベスターズ TV 沢上です。ハワイで我々富士山の写真展を行いたいと、そういう企画で今回はその事前交渉で来ているんですね。写真展、現地の方に協力あおったらすごく、頑張ってくれるすごく頼りになるパートナーがいまして、そちらの方が面白いことに このお店を経営してるんですね。突撃インタビューということで、経営者の方、お招きしたいと思ってます。で少し 2,3 こう話を聞きたいなと思ってますんで、はい、では丸さんお願いします。こんにちは。こんにちは、はじめまして。じゃないですね。はい、はい、はじめまして。はい、突然なんですけど、はい、ハワイの写真展とは別にですね、ちょっとこのお店について、もしくはその人生について、はい、2,3聞きたいんですけど、よろしいですか。はい、まずですね、私の、率直な感想なんですけれども、こういうところで自分でお店を経営するってすごいなと思うんですね。背景を言うと、今日本ってそのどちらかというと安定的な仕事だとか収入っていうところに若者が目線いってしまって、自分でこうビジネスを起こそうだとか、特に海外でってのはないんですよ。どうしてこういうところに行き着いたか、そのきっかけだとかをちょっと教えてください。この仕事は割と長いことやっていて、もともと10年ぐらい前にオーストラリアに行った時にこの仕事を始めたんですね。はい、うん、で仕事はまあ好きでやっていて、うん、で独立っていうか、こういうふうにお店を構えたのは、まあ、いろんなところで働いた結果、どうしても自分のやりたい理想っていうのがあって、うん、それを求めていると、大きいところで働くと、あれはやっちゃいけない、これはやっちゃいけないっていうふうに出てくるし、うん、自分でこうした方がもっといいのに、ああした方がもっといいのにっていうのをこう求めていたら、やっぱり、うん、ああ自分でやるかなって、あとすごいいいチャンスがあったの、きっかけがあったので、で始めた。そのきっかけっていうのは、背中を押してくれるきっかけってことですよね。偶然なチャンスなんですね。ここのお店は実はテイクオーバーしたお店なので、はい、オーナーさんが手放さなくてもよかったんだけど、本当にやる気があって自分が認めた人にだけ譲りたいっていう話で、何回かなお話をさせていただいた時に、あ、丸だったらいいよって言ってくれて、うん、私もその時にも前に働いてたとこも辞めてたので、うんうん、あ、これはチャンス、うん、でここでちょっと自分で責任を持って何かやらなきゃなと
ハワイで行く時に何かやらなきゃなと思って、ちょうどいいチャンスですね。その今チャンスきっかけっておっしゃいましたけど、うん、基本的にそのご本人がそういうふうな覚悟だとか意識ってないとチャンスは通り過ぎて見えないじゃないですか。はい、そこをポンと捕まえられた時はやっぱりもうすでに覚悟されてたってことですよね。こういう責任を持つことに対して常にあのやりたいっていう気持ちがやっぱり大きかったんですよね。それは昔からそういう性格だったんです。そうです、多分。なるほど、多分よく理解できます。はい、じゃあちょっと話は変わって、はい、最近景気がこう戻りつつあるんですけど、まだ厳しいと。特にハワイは観光客厳しいですよね。どうですか、お客さんも。かなりあの全体的に厳しいのは本当に事実です。うん、去年よりも全然悪いですね。やっぱり今5月ですね。ゴールデンウィーク、全然今年はゴールデンウィークだったのっていうぐらい、日本からのお客さんもあんまり来てなかったみたいですね。来てもこのフルコースはなしとか、もう10分短いコースは、うん、それはねすごくありますよ。短いコースっていうのもありますし、そうですね、まあ、全体的に。ちなみに、その最近はどんなお客さんの層なんですか。若い女性の方が多いんですか、やはり。うちが多いのはカップルとか、いいですね、ご夫婦とか、が多いので、あとリピーターさんがすごい多いんですよ。そうだよな、カップルで来て、女性の方だけこういうとこ行かれると男性って寂しいですよね。そういう意味ではね、あとプライベートサロンなので、男性の方も例えばなんか周りにいっぱい女の人がいるようなところだったらちょっと行きづらいですよね。だけどここはビルの中だし、一緒に来て他のお客様に会わないんですよ。プライベートサロンなので完全プライベートなので、お客様が入ってから帰るまではそのお客様たちしかいない。だからご夫婦だったらご夫婦の時間、いいですね、2人で楽しめる。最後に一つ聞いていいですか。はい、先ほど、他の大きなところで働いた頃は自分のやりたいことがあるのにできなかったと、今それを経営者として成してるわけじゃないですか。はい、何が売りですか。私がこうしたかったんだっていうのを表現してるとしたら、何がそこに現れてるんですか。今言ったみたいに、そのプライベートサロンっていうのは最初から最後までお客様をケアできる、で例えばすごく忙しかったりするとお客様と話もろくにできないままトリートメントに入ってしまって、何も分からないで、その後にどうでしたか、気持ちよかったですっていうのは多分どなたでもおっしゃると思うんですが、それ表情を見ながら話をすることによってその気持ちが伝わってくるので、最初から最後までのおもてなし、それをしてあげたかったのと、あとリピーターのお客様を見てあげたいっていうのがすごくあったんですね。やっぱり1回で終わらない、ハワイってリピーターのお客様が、ハワイ自体のリピーターが多いじゃないですか、観光客ね。そう年に1回来るとか、あと住んでる人もそうだし、そういう人リピーターの人にやっぱり帰ってきてもらいたい、いやーだったんですよ、こうだったんですよ、いいですね。友達みたいになってくるのかな。そうですね、だから名前の通りアットホームな、そういうことか、ですね。わかりました。突然でしたけど、ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。はい、なんか特典とかタダでどうぞってあります、今日。今日、ダメ。タダはないですけど。そうですか。タダはないですけど、しっかりされてますね。ここでテレビに映ると大体分かりましたって言っちゃうんですけど。あ、すみません、嘘つけないもんで、こういうの大事だと思いますね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はいはい、またこういうのがあればお送りしますので、お楽しみください。はい、はい。